じゃーん。え、音鳴るじゃん。口笛じゃん。ボールペン本当に普通の消しゴム。マイネームが3本もあるんだ。増えてる。これが軽っ。ちょ、めっちゃ軽いっす。ちょっと持って。まあ、それは軽いよね。みなさん、ごきげんよう。高評価、チャンネル登録お願いします。今日は、じゃーん、新しい学年になったので筆箱を買ってきました。早速、開けたいと思います。じゃあ、じゃーん、こんな感じの筆箱です。コリラックマだね。うん、裏はこんな感じ、かわいい。コリラックマが猫になっててかわいい。しかもリアル猫。後ろもほら、猫猫で、うん、結構また厚さがあるね。前使ってたのがさ、これでしょ、うん、でーん、でーん、そんな変わんないぐらいかな。こっちは二重になってるんだね。今度こう一箇所だね。こっちに鉛筆とか入れて、こっちになんか物とか入れてたから。あー、そこそこ。これ中身どうなってるんだろう。ちょっと開けてみる。うん、中身はピンク、ポケットがついてる、ね、ポケットがあるから、まあそこに定規とかは入れられるのかな。いい感じで、持つ部分にね、ビーズでこうやるやつ。なんかパールみたいなのがついてるね。ここにはなんかいろんな柄が書いてあるよ。カップケーキとかドリンクとか、なんかマカロンとかもある、うん、あと他にも買ってきたので見ていきたいと思います。次はじゃーん、リコーダーのボールペン。これは学校にちょっと持ってっちゃダメなので、お家で使いたいと思います。じゃあ早速開けたいと思います、うん、これお友達も持ってた。吹けるのかな。え、音鳴るじゃん。すごい。え、普通に吹けるんだけど。これボールペン本当に。おー、おー、そこが鳴ってるんだ。え、なんでさっき吹けたの。しかも音変わるね、ちゃんと。普通に笛じゃん。こんな感じ。ちゃんとボールペンになってるし。ボールペンなのに音が鳴る。ね。次は、じゃーん、鉛筆キャップ。見て、これ、ガチャポン。ちゃんと中入ってるもんね。かわいいね、これね。こっちはこんな感じ。友達とちょっとキャップを交換しちゃったんだけど、うん、これがね、違うんだな。ジェルのを交換したのか。そう、交換したやつもかわいい。かわいい。次は、じゃーん、消しゴム。こっちは多分学校とかで使えないから多分使わないけど、うん、こんな感じで可愛いんだよ。可愛いね、リップみたいになってるね。うん、で、あとこれもわかんないけど、そっちはなんかコロコロやるやつだっけ。うん、ローラー式。ローラー式ね。で、あと下にも一応消しゴムがあるんで。おお、あ、本当だ。この下の消しゴム匂いするんだ。あ、本当。何の匂いだ。どれだ。好きな匂いかもこれ。さっぱりしてるね。さっぱり甘い。確かにそんな感じ。いい匂い。リップの方は。リップの方は匂いしない。こっちの方が匂いしそうだけどね。普通の消しゴム。こんな感じ。じゃあ入れ替えていきたいと思います。まずここを切ります。じゃあ早速入れ替えよう。そういえばこっちも気に入ってんだけど、習い事用に使おうかな、余っちゃった。あ、そうだね、うん、使えるね。あ、そういえばマイネームが3本もあんだ。増えてる。これが自分が使う用で、これが貸す用。あ、そうだ、貸す用が2本になってる。結構貸してって言われんの。たまに忘れてた。で、あと先生に赤鉛筆もらって、この中入ってた。これコンパス。3年生からだっけ、使うの。3年生。で、あと分度器。あ、そういえばこれは友達からもらったスティックハサミなんだよ。これいいよね。かわいい。こういうのパパも欲しいぐらい。これお友達にもらったんだ。誕生日プレゼントでもらった。あとは消しゴムで鉛筆。うん、めっちゃ軽いっす。ちょっと持って。まあそりゃ軽いよね。じゃあ鉛筆キャップをつけていきます。ちょっとこういうの見たことなかったから。次回いいね、それ面白いですね。わあ、かわいい。こんな感じ。本当に回せんのかな。それ回ったら面白いね。おお、入った。おお、いいね。じゃあこの鉛筆につけよう。
こんな感じ。かわいくない？じゃあこの鉛筆キャップ、かわいい。次はこっちのキャップ。じゃあこれにつけよう。あ、それがリップ。かわいい。じゃあこのキャップ、キャップじゃん、鉛筆、どっちがいいと思う？このキャップ。じゃあ香水。じゃあ香水。おお、すごい。こんな感じ。じゃあ最後はこれにつけよう。でっでれー、コク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 。じゃあ入れていきたいと思います。カップがでかくなったからさ、入るの？一応全然入るよ。余裕、余裕すぎ。ポン。おお、入った。じゃあ消しゴムも入れよう。あとコンパス、あと分度器と定規。定規、定規は1年生から使ってるリボンじゃないね。いっぱいあるよ。30センチもの寿司で、これ定規で、これ三角定規で、これ分度器。ここに、おお、入ってる。じゃあ次リボンちゃん。消しゴムこれ入れるの忘れてた。あとハサミ、あとマイネーム。3本いるの？え、いる。友達よ。見て。あ、結構入ってるね。これ出すの大変じゃない？これは何にも削ってない赤鉛筆。先生からもらったやつ。そう、入った。おー、全部入った。おー。引っ越し完了。引っ越し完了。中身すごい。整理できました。すごい、結構入るね。入ったね。バッチリ。今日は新しくなった筆箱を紹介しました。とっても可愛い。そういえば筆ちょっとかわいそうだから中に入れてあげよう。ひな、入った。なんか中すごい汚れてる。汚れてる。じゃあ後で拭いてあげないと。うん、入った。こっちは習い事に使いたいと思います。うん、いいね。他にもかわいい文房具がたくさんあったので、ぜひ皆さんも見てみてください。それじゃあごきげんよう。また見てね。バイバーイ。文房具じゃんけんじゃけんぽい、文房具チョキでした。バイバーイ。Thank you.